歴史というものには興味がある。しかし自分がどこから興味を持ったのかっていうふうに考えると、ローマ帝国、そして始皇帝、コウト流法、三国志、その辺からしか知らない。もっと前のことは何も知らない。歴史っていうのに2000年も3000年も4000年も立ち返って、もう一回自分の立ち位置を考えてみるということを思わせてもらった。あの人たちはどうやって国を作ったり国を滅ぼしたり、何をしてたんだろうかと考えると感無量なところがある。特に始皇帝は素晴らしい、とても残虐な男であったけれど、あの人がお金の貨幣のちゃんと並べ方を決めたり、同じ制度を作ったり法律を作ったり、あんな子供がよくやったなと思って、そういう歴史的に楽しい面白い人たちっていうのはたくさんいる。ただ自分がその名前を思い出せないというだけで、歴史を作ってしてきた人たちに対して本当にお礼を申し上げたい。